どうもこんにちは、松本です。農業者であれば当然知っているだろうって思うようなことをわざわざ丁寧に解説していきたいと思います。今回のテーマはですね、 CN 比、そしてついでに窒素飢餓についても触れていきたいなと思ってます。作物を育てていくときに、肥料というか栄養を与えていこうって思うのは、ほとんどの農業者がそうだと思うんですよ。一部無肥料でやられているところもありますけども、大体は養分として肥料を入れようっていうふうに、やっていくと思うんですよ。でその時に化成肥料だけだとやっぱり土が痩せていくから有機肥料を入れようとかっていうふうに考えたりしますし、そもそも有機農業者は、有機肥料だけでやっていたりすると思うんですね。じゃあ何を入れるのかっていうところで言うと、やっぱり有機肥料、有機物って言ってもいろいろあって、それは例えば牛糞堆肥、豚糞堆肥、鶏糞みたいな肥料、畜糞の堆肥であったりとか、稲わらとかもみ殻も有機物として入れたりします。で、米ぬかとか油かすとか魚かす、大豆かすのようなものも有機肥料、有機物として畑に入れたりするんですけども、この時に気をつけなきゃいけないことがあって、それが CN 比っていうものであり、窒素飢餓という現象なんですよ。土に有機物を入れた時に、その有機物の種類によって微生物に分解されるスピードっていうのはやっぱり違うんですよ。分解されにくいものがあったりとか、分解されやすいものがあったりして、1年経つともう全然跡形もなく分解されて土になっちゃってるものもあれば、1年経っても2年経っても、あ、まだ残ってるわっていうものもあったりするんですね。で、その分解をするっていう過程の中で、それは微生物が行っている活動なんですけれども、その時に微生物は窒素を必要とするんですよ。窒素を、エネルギー源として、そのいわゆる有機物、炭素を分解していくんですけども、その分解の時にあまりにも窒素をエネルギーとして微生物が使っちゃうと、作物が吸える窒素分がなくなってしまって、それが窒素飢餓っていう形で現象起きてくるんですよ。ここで重要なのが炭素と窒素の割合、バランスなんですけども、炭素の方が窒素よりもバランスとしてかなりウエイトが大きければ、それは分解するべきものが多いっていうことなので、微生物がわーっと分解頑張ってしようとした時に、そこにある窒素をゾッカーンと使っちゃうわけですよ。エネルギー源として窒素を取り込むので、そうすると炭素が余って窒素がなくなる。それが結局窒素飢餓になってくるんですけども、逆に炭素と窒素の割合として窒素の方が多ければ、それは窒素を使って微生物が炭素を分解していくときに、炭素がなくなっても窒素がまだ余ってるよっていう状態になるので、それは窒素飢餓が起きないっていうことなんですよ。で、この炭素と窒素の割合っていうのを炭素率っていうことで CN 比っていうふうに言うんですね。CN 比が小さいっていうことは、それは分解しやすいっていうことであって、 CN 比が高ければすごく分解しにくいっていうことなんですけども、例えば大豆かすとか魚かすっていうのは CN 比10以下なんですよ。鶏粉もそうですね、10いかないぐらいだと思います。それが豚粉堆肥みたいなものになると10から20って言われてますし、牛糞堆肥になってくると20から30ぐらいがだいたい平均的な数字です。もちろんものによって全然違ったりするんですけども、で、稲わらとかもみ殻ってなってくると50、60、70、80とかになりますし、バーク、いわゆる樹皮、木の皮ですね、皮とかだともう100以上になってくるので、いわゆるそのバーク堆肥っていうものは、そのバークそのものだと100以上でなかなか分解しないので、まず一回発酵させて、この炭素率を落とした形でバーク堆肥として畑に入れるっていうことをやってるんですよ。
ですので、そのいわゆる CN 比が小さい有機物、分解されやすいものを土に肥料分もしくは土壌改良効果を狙って入れたとすると、それは肥料効果はもちろん高いんですよ。すぐ効きますし、すぐ分解してその作物に取り込まれるっていうことなので肥料効果は高いんですけども、そのいわゆる土に入れて保肥力を高めるとか、肥料の持ちを良くするとか、物理性を改善するとか、その土の中の微生物を増やすみたいな土壌改良効果っていうのはなかなか CN 比低いものだとない、低いですので、本当にあの化成肥料に近い感じのイメージで捉えておいた方がいいんですよ。で、逆に CN 比が高いものを施した時にはどうなるかっていうと、それはなかなか分解しにくいですので、肥料分として栄養分としての効果はなかなか出てこないんですけども、ずっとそこにじわじわと分解されていくっていうような形になりますので、土壌改良効果は高いんですよ。ただ一気にドーンとCN 比高い有機物を入れた時には、最初に言ったように窒素飢餓の心配がありますので、あんまり高い CN 比のものを入れるっていうのはあんまりやられないんですね。で、目安としてはですね、大体ですけど CN 比20っていうのが一つの目安になってきます。ここを境にして、それ以下であれば、まあ窒素飢餓は起こりにくいだろうっていうふうに言われてますので、先ほど言った牛糞堆肥、豚糞堆肥、鶏糞とか魚かす、大豆かすみたいなものは、いや、よっぽど大丈夫かなっていう気がしますし、稲わらとかもみがらを畑に入れるみたいな時にはちょっと注意する必要があるっていうことなんですよ。これちょっと分かりにくいかなと思うので一つ例えてみたいんですけども、例えば何か日本最古の歴史書古事記を読もうかなと思った時に、それっていわゆる原書、漢文で書かれているものをそのまま読もうっていうのはやっぱり難しいですよね。じゃあどうしたらいいかっていうと、これ漫画が出てたりするんですよ。漫画で読む古事記みたいな本が出てたりするんですね。で、そちらであれば噛み砕いて説明されてますし、漫画なのでスラスラ読めるんですよ。ですので理解が早いです。古事記ってこういうもんだっていうことがすぐにわかるんですね。つまり漫画っていうのは CN 比が低いんですね。分解されやすいというか理解されやすいもので、一方原書、漢文で書かれている元々の古事記っていうのは分解されにくい、頭に入りにくい、 CN 比が高いってイメージでいいと思うんですね。ただですね、やっぱり原書をしっかりと元々の漢文を理解して読めるようになってくると、その人の、まあ、その脳のレベルというか理解力めちゃくちゃ上がりますよね。長くその古事記を頭の中に留めておけるというか、深い意味での理解が進むということもありますので、そこに難しいものを読むっていうことに意味がないとも言い切れないんですよ。やっぱり漫画さらっと読める分理解が浅いというか、すぐに忘れてしまったりとかっていうこともありますよね。この辺の違いがありますので、漫画と専門書どっちがいいっていうことではなくて、使い分けだとは思うんですよ。で、その専門書的な古事記みたいな難しいものを読むときにはやっぱり頭を使うので、その時には例えばちょっと休憩して頭を休めるとか、チョコレートとか、まあ、ココアみたいなものを飲んだりして、その糖分を補給するということがやっぱり必要になってくると思うんですけども、この休憩するとかココア、チョコレート、糖分を取るみたいな話って、これ何かっていうと、 CN 比を高いものを入れたら窒素飢餓が起こる、じゃあその足りない窒素を補う形で余計に窒素分、別の肥料をプラスした上で CN 比高いものと併用すれば窒素飢餓って起こりにくいと思うんですけど、この併用する、追加で入れる窒素分っていうのが糖分、ココアやチョコレートだと思ってもらえればいいんですよ。脳を活性化する、脳に栄養を与えるために
追加で窒素の多い肥料を与えてあげると CN 比が高いものをもし入れたとしても窒素飢餓の起こる可能性を低くすることができるっていうことが漫画と専門書、さらにはチョコレートなどの糖分との関係で少し見えてくるんじゃないかなと思います。ということで、もしその CN 比の高い資材を使いたいとか、それによって土壌改良効果も狙っていきたいなとか思っているんであれば、窒素飢餓はやっぱり避けたいですので、その高い資材と併用して CN 比が低い、すぐに効くような窒素補給になるようなものも同時に入れてあげると、窒素飢餓は少し避けられるんじゃないかなと思いますので、この辺は気をつけてやってもらえればいいんじゃないかなと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。